水エン公園のハイバチュンゾハノイのハイバチュン。寺印姉妹は、一世紀の孔子軍で起こった、反乱の首謀者。印側4月と、印に4月の姉妹を指す。印側は、孔子軍、県の有力な無事な将の娘として生まれ、主権の有力者であった、秘策の妻であった。印にの出生地は伝わっていないが、姉と同様であると考えられる。 南越国滅亡後に全官の支配下に入った孔子軍では、それまで無事な省及び無事な公が有していた税の徴収権が官側へと移されていた。当時、孔子を支配していた五官に対して、現地の有力者の家系であった印側が取りまとめる形で、徴税権を無事な省、無事な公側に戻すよう通告した。当時の講師大主であった祖忠氏の悪性もあって、 兼務16年3月には、甲子支部内の合歩、九馬、日南各軍65県の無地名将、無地名公がこれに賛同した。妹の印にも加わって、印側は自ら女王として、印王を少子に本拠を構えて、徴税を強行する姿勢を示した。これに対して、印姉妹による一連の行動を男への重大な反乱行為と判断した、三竹三角は、 バエンを副派将軍に任じ反乱鎮圧を命じた。バエンはタスク学豪校、劉隆氏を副将として、老仙将軍の男子ら兵2万を率いて、兼務18年4月に、孔子へ到着した。官軍は悪天候と薬病の流行によって、後軍も進まず、苦戦を強いられたものの、長子側でも、沿線気分が広がったことから、印姉妹は、決着を急がざるを得なくなり、官軍に、 ナミパクで決戦を挑んだが、寄せ集めの軍であったために大敗を喫して数千が、戦死し、一万人以上が捕虜となった。印シシ姉妹は、かン金谷へ逃れた者の官軍による追悼は、厳しく、残兵は、長戦し、孤立した、印シシ姉妹は共に捕らえられた末に処刑され、翌兼務19年1月に印シシ姉妹の首は、都の落葉へと送られた。その後もバエンは、 宮古洋羅残党を追って旧新軍巨風圏にまで、新軍し、数千人の無事な兵を殺害するとともに、官民族や親官派の住民を講師に飛んでんさせて、反乱が起きた土壌の根絶を図った。しかし、赤カラス11年に起きた長子帝の反乱など、中華王朝の支配に対する反乱は、断続的に続くこととなった。なお、印側の最後については、 川に身を投げた、馬園に首をはねられた、雲の中に消えた塔の説があり、最初の説が一般的な、印姉妹の最後として伝えられている。また、印側の夫である、施策が、孔子大衆の祖正しに処刑されたことにより、印姉妹が反乱に踏み切ったというのは、後世の伝承であり、実際は、反乱時に、施策が処刑されたと記された文献はない。いずれにせよ、 シルシ姉妹の反乱は3年に過ぎなかったが、その後もシルシ姉妹は、ベトナム市の民族的な英雄として語り継がれ、彼女らを祀る寺院も数多く作られている。また、ベトナム各地の都市に、ハイバチュン通りや、チュンブオン通りがある。ありがとうございます。